スタート。よろしくお願いします。緊張しすぎましたの伊藤海人です、早速なんですけれども、マジックの方を始めさせていただきたいと思います。使うカードは、2組のデッグです。で、ではオレンジさんお願いします。オレンジさん、赤いデッグか、緑色のデッグ、どちらかお好きな方を選んでください。赤で。赤で、わかりました。で、今から僕とオレンジさんで、やっていただきたいことがあります。でそれ何かっていうと、これから僕とオレンジさんって、同じことをしてもらいます。すると、同じ動作をしてもらうことによって同じ結果が生まれる、そんなマジックをお見せしたいと思います。でまずカード持っていただいて、まず切る回数を同じにしたいんですけど、何回切りますか？10回。じゃあ同じ風に10回切りましょう。1回、2回。ちょっと事故起きてないですか？はい、大丈夫。10回ね。今2回目ですね。3、4、大丈夫か？事故起きてないです。大丈夫ですか？はい、まだ3。3、4、5、6、7、8、9、10ですね。オッケーですね。はい、オッケー。で、この状態でカード交換します。で、今からカードをこういうふうに広げて、なんとなくいいなと思ったカードをこう見て覚えてください。いいなと思ったカードを覚える。で、覚えたらそのカードを一番上に戻してください。一番上に。はい、 OK ですか？じゃあそしたら、大体です。半分ぐらい持ち上げてテーブルに。で、そして残りは、で、この状態でさらに交換します。交換ですね。交換して、さらにこの状態で、先ほど自分で選んだ方ありますよね、をそこから抜き出してください。私も抜き出します。先覚えたカードですね。そうですね。交換です。自信はどうですか、このマジックで。あります。あるんですって。あります。あります。普段どれぐらい練習されてるんですか？そうですね、そんなに長くはないんですけど。そんな長くはないけど、はい、そんな長くはないのは言わなかった方が良かったんじゃないですか。はい、すごい、すっごい探すのお金の探し方してる。お金の数え方になってる。 OK ですか？見つかりました。来たかな。はい、 OK です。テーブル乗っていいでしょうか。で、今、それぞれ、カード出されました、で、同じ動作をしてもらったので、もしね、同じカードが出たらすごいですね。そりゃそうですよ。では同時にめくりましょう。いきます。せーの、ドン。オッケー。見事一致しました。ありがとうございます。若干ポーズオシャンティーになってない？オシャンティーです。俺のんや。ありがとうございます。俺のんやないかい。